こんにちは。こんにちは。今日は、はい、久々にパオをやろうと思います。今日パオの日ですか？うん。部品をね、ちょこちょこ頼んどったやつが今、続々と届いてるんだけど、はい、とりあえずね、中国からエンジンマウント。アルミなんですか、それ？アルミの削り出しのエンジンマウント。はい。めっちゃ激安。で、今回、これを最終的に使うかどうか別として、はい、エンジンの芯出しと、あと、今の分がもう完全にこのジュラコンっていうジュラコンかナイロンかなんかでもガチガチなんでレーシング用の、うん、一旦これでちょっと位置を割り出したいなと思って購入して、はい、まあ安かったし、まあこれ良ければねこれでもいいんだけど、はい、まあなんかちょっと硬すぎるとかあればまたこれを元に純正にやっていこうかな。この前外したパオのエンジンマウントがこれなんですけど、はい、まあこんな感じで作り出そうかなと。あ、鉄板でで位置を完全に決めたい。はい。今日は少なくともそこまで持ってきたいなと。でね、これをちょっと見てもらえればわかるんだけど、これがまあでかいよね、やったら。あ、穴の位置は一緒なんだけど、ここら辺が全部でかいけん、はい、もうここら辺のクリアランスがきついと、はいはいはい、で、こいつに交換して位置を割り出していけば、まあ、結構わりかし場所を有効利用できるかなという感じで。あ、そうですね、うん、まあそれを今日やっていこうと思います。で、まず、先ほど借りてきたファンタジャッキを借りてきたんだけど十分であります。こんないらんす無理。こんだけやったらいいね。だけど、パオだけ日産とそのこだわりいるんすか？あんま変わらんけど一応じゃあちょっと入りさせてもらいます。ありがとうございます。ありがとうございます。ツヤラ自動車に借り、はい、てきたパンダジャッキ。一旦こい…こいつでパンダジャッキを使ってね、一旦こいつを付け替えた上で、はい、パンタジャッキを使ってエンジンの位置をこうピッチャリピッチャリというかピッチャリロール付きも回ってないですね。ロール付き寝てないんです。寝てないパンタグラフジャッキを使って、はい、そのパンタグラフの4つ菅原さんのところで借りてきた4つパンタグラフジャッキを使ってパンタグラフジャッキを使っ て、これをこう位置決めした上で鉄板でマウントを作ろうかなと。はい、思います。じゃあどうしようかな。でまあサクッとこれ変えるわ一旦と、あ、そうか。けど変えるも何も、はい、こっち側もう位置がだいぶ高くなるけんマウントの、ああ、相当なんか延長するもんがいるってことか。そうですよね。そうだね。もうそれがないと、そこのネジについてこのフレームの上まで乗っからにいけんってことですよね。上の、うん、そうだね、上の方までポンときついよね。あ、まあだけど、まあそうか。だけどそう考えたら先に位置決めした方がいいね。位置決めっていうか、そうですね、下を決める、平行にして、平行に決めてで、前後も合わせにいけんですよね。前後も合わせる方向でいこうかなと、はい、思います。あー、いや、悪ないね。これだったらこっちもそう、これ以上行ったら、うん、もうきついっすね。その代わりここかがにゃいけんですね、若干。どここのアーチを、アーチをフレームじゃなくて、あ、まあ、ちょっとえぐるぐらいですね。えぐるかね、これで、このままで。あー、それだったらギリギリいけるかもしれないですね。多分、で、向こうもギリギリでやれば、うん、寄ればこのマウントから延長すれば入りそうですね。延長すればいけるような気がするね。ちょっとね、この位置で、だいたいこの位置で決めてみようか。で、はい、まあ結構コメントでももらっとったりしたんだけど、まあパワーのフレームでこんな200馬力のエンジン持つんですかって。はいはい、ありましたね、うん、で、実際これ持たんと思います。そうですよね。僕もそれは持つと思ってなくて、で最終的にというかどっかのタイミングで、まあ、ここのエンジンマウントがつく、はい、でここら辺に向けてパイプを組もうかなと。パイプで、うん、パイプをバルクヘッド貫通させて、はい、ロールバーにつけたいなと思ってます。
あ、そのまま、そのまま。で、あんまり前までやって、まあ、この辺もできればこの辺とかにつければいいんだけど、はい、まあ、結局クラッシャブルゾーンクラッシャブルゾーンがなくなるけん、あ、潰れる、うん、だからもうここはもう意図的に潰した方がいいと思うよ、もう事故ったら。あ、じゃないともうここがもうバーンっていってついたらそのまま全部いったらやばいですね。そう、室内まで来たら危ないけん、はい、ここのエンジンマウントとここのここら辺までは結構ガチガチの補強しようかなと。あ、でそこはもう潰すと前側は、うん、でこの中でパイプが完結すればここぐらいで、あ、ここはもう全部例えば隠せば結構かっこよくなるかなと思うんで。そうですね、そういう感じでいこうかなと思います。または、はい、この中を通す、あ、内側を、うんうん、結構見えにくいか難しそうですね。それはそれで難しそうだけど、まあ、邪魔にはならんすよね。多分ね、結構意外に貫通しとるからね、これ。あー、貫通しとる感じありますね。ほら、あ、これが奥まで行くっていうことは、まあ、若干パイプ曲げて沿わせれば多分行くのは行くけどね。まあ、けどこれだったらどっちでも途中の加工が大変になるよね。まあそうですね、けど上も上でエンジンマウントくるけ難しいですよね。まあけど何かしら改造というか補強はせんと気づいたんで、スポット増しをね、はい、したら結構変わるかなと思ったんだけど、これね、純正スポットが結構ガチガチなんよ。もう3センチ置きぐらいに来とるけど、結構狭い感覚で入ってますね。そう、意外にここら辺スポットをこれ以上増しても多分あんま変わらんのではないかなと思って、うーん、まあ気持ち変わるかもしれんけどね。か、まあこの縁を溶接するかっすよね。ああ、まるまる、まあまあここら辺を追加していきます。シーラー剥がねえけんけどしょうがないですね、それは。まあ、シーラーは別にここも全部覆うけんね。まあという感じで、はい、一旦じゃあこれで位置を決めようか。いや、入らんか、でも入らんか。君がいた、いた、待った、いた、ちょっと、ちょっと動画に映ってないですけど、そう、息ができん、ちょっと背中だったんですか、そこで。ここで背中だった動画外でやめてくださいよ、面白いことする。いや、いいよ、だいぶ A1 来たよ、これ。まあ、けど思った以上にうまくいった、これ。いや、マジ無理かと思ったもん。正直、きつい思ったですね。今、割と E1 ですね。もうちょい後ろで、ケツをできればもうちょい上がれで、うん、オルパの角度がまだ後ろが下がってる。ああ、そうですね、まだ上がれだよね。ミッションもオルパの位置も純正のバーと変わらんぐらいですね。変わらん、この位置だったら、うん、だいぶベタベタにできますね。だいぶ車高は下げれるね。うん、まだほぼ一緒ぐらいですね、ドライブシャフトの角度。ああ、まあほぼいけそうなね、これ。ああ、いけるんじゃん、これ。そんな悪くないですね、悪ない角度で。純正のドライブシャフトの角度とあんまり変わらんのんじゃん。さほど変わってなさそうですね。まあけどもうちょっと後ろなんか、だからマジ VTEC のやつ書いてあったよね、はい、なんかシャフトの角度がつけばつくほどパワーロスがでかくなって、まあ当たり前なんだけど、まあ別にパワーロスはいいんだけど、ドラ車が折れん、砕けそうだよね。あ、けどあれかもしれんね、車高をもうちょい下げるんだったらこれがまあ上に来るわけじゃん。なんざい、そうですね。そしたらこっち側の角度は緩くなるけん、まだいいかもしれない。ああ、
下にも振っとる、横にも振っとるって結構きついじゃん。ほぼ水平になるですね、ドライブシャフトが。ね、上にはいかんすよ、ね、で振れ幅はもしかしたら悪ないかもしれない。あ、まあ、でも20センチは下げたいですからね。え20センチ、まあ、軽く20センチぐらいで。これもうストローク20センチってもんなくなるよ。え、今伸びきりから。いや、シャコチを作るんでしょ。まあね、バネネットも20ぐらいで前後。いや、4キロとかですよ。6キロ、6キロぐらいかな。そんなやおいのしゃあないですか。やおいので乗りたい、乗り心地でいいやつ。あれ、WRC みたいな、こうファッと乗り切って、キャーンって行きたいけん、カーンってこう行きたいけん。シャコタンで走っちゃって、こっちにそれ、はい、危ないです。ストロークすぎたらマジでフェンダー当たると思うんですけど。いや、だけどそれはバンプ規制ですよ。うん、ガッタンバリバリピッタンコでプッシュのある。うん、昔俺プッシュの木って言われてたっけどね。はい、エンジンの、はい、もう本当にここでもう乗っけるっていう完璧な位置が、完璧な位置を割り出しました。はい、で、まあ、こっからまあエンジンマウント作ってエンジンが重いけん、はい、まあ、多少下がるかなと、数ミリ。あ、まあ、まあ、このゴムで相当硬いって言っても多分数ミリ落ちるかなっていうのを計算してこの位置にした。はい、で、まあ、ギリ今の状態で、まあ、ボンネットは閉まるし、なんとか閉まりますよね、これだったら。で、下のクリアランスもまあ十分、今まあこれで止めとるけど、はい、もうちょい落ちてもいけるかな。そうですね。で、ここの、こっからマフラーが下に入るけど、ここのクリアランスもいけるかなというのと、で、計算、もともとの計算通り、ここのエンジンセンター、はい、パオのエンジンセンターより約10ミリぐらい後方にオフセットさせとる。あ、じゃないと、うん、じゃないともうどうしても前出た後これ、ね、前の排気だけ、はい、ここがもうかわさんっていう。そうですね。でもしかしたらこれだったら純正1位か、まあ、ちょっとずらすぐらいで、うん、入りそうな気がしますね。うん、こっち側に持ってこようかなと思っとる。ラジエーターを、ラジエーターを、アルミのラジエーターをで、加工したのがここもうちょっと広げるけど、ここを切り替えてここにこうハウスのところですね。うん、ここにちょうど溶接して蓋して、蓋して、うん、ちょうどここにもうはまるように作ろうと。ああ、そういうことですね。うん、で、はい、こっち側で、ここまあもうちょっと切り欠くけど、まあ、ここをちょっと切り、耳を切ったんですね。若干切り替えて、で、まあ、ここはこっからシャフトが出るんだけど、はい、まあ、こんぐらいだったらまあほぼほぼ純正位置に近い部分だけん、うん、ほぼほぼまっすぐいけるかなと思ってます。で、まあ、一番怖かったのがここのクリアランスなんです。足の骨 と結構ギリギリなんですね。画面越しだと若干狭いように見えるけど、まあ十分もう隙間はありますね。エンジンの揺れが動いても問題ないぐらい、落ちてきてもまず、はい、当たらないぐらい、はい、で、まあ、ここのクリアランスも大体これぐらいで、上に向けてステイが出るそうですね。まあ、ここをまあ若干加工せなきゃいけんけど、まあ、フレームを触らずにいけるかなっていうところと、はい、で、まあ、後ろ側がまあ一旦もう横2点を完全に決めた状態で後ろを製作しようかなと思います。そうですね。と、あとここにね、本来あのコンプレッサーのブラケットがつくんよ、このネジで。はい、これか、これとこれとこれかな。エアコンのコンプレッサーですね。エアコンのコンプレッサーのブラケットがついて、はい、そのブラケットのとこにこう出るんよね。あ、棒が、はい、で、それも、まあ、もし揺れがひどいようだったら、はい、つけようかなと。あ、そしたら、まあ、前後方向の揺れはもうほぼ打ち消されるかなと。うん、はい、ステーを作っていこうかなと思います。はい、はい、call me crazy, but I
いやー、はい、ここまで来るだけでめっちゃ何日かかったか、何日はかかってないけど、ま、時間めっちゃかかりましたね。相当やったよ、マジで。やっぱりね、ただこれ1個目の山場だと思うよ。そうですね、ここの左右のエンジン位置を完全に決めて、はい、決めるっていうのがね。まあけどこれでもうかなり見えたなと。多分エンジンマウントの中で多分ここが一番難しくて、そうです、形状的に、うん、でそっちがまあ比較的簡単で、まあ、もうこっちもこの辺作るだけで、うん、そうですね。で、まあ、後ろはまあこれこいつが決まればそれに合わせて作るだけだけど、まあ、そこまで潜ってやらなきゃいけないのがちょっと大義ぐらいで、はい、で最終的に酔ったパイプをここにつけたいね。この間ぐらい通してどうにかフレームですね、うん、まあ、どこ通すか、このマスターバックがあるけんな、考えないですね、そこも。まあけどここで当て板で溶接して、はい、さらにこいつがこうついて、でここに純正のブラケットを溶接するけど、まあフレは全然いけるかなと。で一応このフレ止めは純正のやつを利用しようかなと。でここスパッと切って、はい、これこう元に位置つけて溶接、あ、したらまあ多分見栄えがかなり良くなるかなと。多分これでなんか純正っぽいですもんね。ぽくはなってきたね。でまあこの辺ちょっともうちょっと形整えれば、あ、削ったりして、うん、まあ純正っぽくはないけど、まあメカメカしい、メカメカしい、まさやね、個人的には結構好きだね。意外と今ナット逆付けしたんですよ、ね、あ、これね、そうそうそう。まあけど大変だね、やっぱり思ったより。まあけど1個目、ほんま1個目の山って感じだと思う。あと何個山があるのか分からんけど、そうですね、まあもしかしたらずっと山かもしれんけど。思ってる甘くないけど、甘くないね、思ってるより大変だね。けど楽しいですね。まあ楽しいね、こうやって完成が見えた瞬間。まあこんな感じで、はい、まだまだ山積みなんですけど、課題は、はい、ちょっとずつちょっとずつ進んでいくんで、そうですね、まあ、一番初めに言った通り、はい、1年ぐらいの計画なんで、まあ確かに、まあ意外に作業進んどるかなって感じ。思ったよりハイペースでやっとる、僕らの中ではね。まあ見とる人はまあいろんなプロジェクトがあるんで、まだまだかまだかってなると思うんですけど、まあ、こいつはもうゆっくりゆっくり進んでいくんで、そこら辺は楽しんでいただければなと、はい、でまあどっちかというと今日も話しとったんだけど、はい、なんか作業だけを見てもらうというよりはエンジンスワップの動画ってそこなんですね、詳しい内容っていうのがあんまりないんで、まあ言ったらこのねエンジンマウント作るのなんか見ても、はい、まあただエンジンが積んだとこは見たい人からしたら面白くないと思うけど、うわ、うん、ただまあ今後なんかみんながエンジンスワップに挑戦したいって言った時の参考になればいいかなと思って、僕一部の人になるかもしれないですね。まあね、まあね、はい、まあそこら辺を楽しんでいただければなと思いますんで、ね、このマニアックな動画が面白いと思った方は、はい、いいねをぜひお願いしたいのと、そうですね、あとはまあま、チャンネル登録がまだの方は、はい、チャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。おりろしで何時今、うん、時刻は1時51分です。あーマジか。しかもリアルタイムのもう土曜日当日なんですけどこれ。あーそうか、もう今日か。今日もアップされますね。あー疲れたー。明日は大阪か、俺大阪っすね、明日頑張ってください。頑張ります。おやすみなさい。おやすみなさい。